ということで、20時間以上の配信になるので頑張っていきましょう。うやや、いくぞ。喉大丈夫かだけ不安。喉ちょっと抑えめに話すか。いけた。もうすぐ12時間なのでワークを閉じないといけないから、あと8時間9時間頑張るぞ。よー、うにゃにゃん、カンディ、後半戦だぞ。あ、時間ないが、いくぜルイさん。もういい、すべてを終わらせる。チェックメイトリーザーだ。この戦いを終わらせに来た。でもまあ1だからね。うんうん。ほらみんな1だよ。なんか逃げ切らねえな。あー、なんかまだ終わってないけどやりきった感がある。わーい、ついにインフィニングドラフトだ。はい。楽しみだ、来たじゃん。イエーイ、みんなで楽しく見よう。誰が選ばれても楽しみだね。ね、楽しく見よう。ごめちゃん、去年見てるだけだった。ただただ見てるだけだった。なんだろう、ちょっとだけ関われたっていう方はちょっとおこがましいかもしれないんだけど、ファンに頑張って選ばれたい。ほぼないのは分かってるけど、やっぱり出たい。やっぱり憧れだから、みんなで最後まで見ましょう。なんかコラボした人とかみんな選ばれてほしい。やっぱりみんな頑張ってるから、このためにやっぱこういうロマンが大事だよね。なんかすごく感謝しているよ、新規リーグには。いっぱいチャンスくれたもんね。20時間やりきったことも気持ち嬉しいな。ちょっと不安だったからさ、いっぱい友達もできたし。泣くのはなんで、ごまちが泣きそうだって分かってんの。ごまちはなんかこのやりきったっていうこの自己満でちょっと泣きそうになってんのと、みんながいっぱい応援してくれたのと、お友達もたくさんできて、それが嬉しくて、去年もこれをテレビの前にごまちはうわーってしてたんだよ。どうかコラボしたみんなが選ばれますように、お願いします。ドキドキ。これより各チームの指名選手を読み上げてまいります。みんな第一巡指名だ。チーム、お待ちの予想は当たってるかな。エール、あ、エールさんだ。エールさんだ。続きまして、お待ちの推し、推しなのエールじゃん。お待ちの推しなのエールじゃん。ライブまでね、見たんだよ。グッズもいっぱいも、メイカさんだ。エールさんだ、嬉しい。めっちゃ好きなの、ずっと見てたの。もう2年ぐらいメンバーに入ってるの。さっきのやった、むこちゃんだ。個人で、すごい、むこちゃんおめでとうございます。やった、むこちゃん入ったよ、おめでとう。やった。第二巡選択希望選手、むこちゃんおめでとう。チーム、おめでとう、むこちゃん、こもこ、いや嬉しい。やった、めっちゃ応援しよう。ルイス・キャミー選手、以上の結果となりました。ごまちゃんはね、もうさすがに無理だから。ごまちゃんはこのメンツの中に、第三巡指名に移ります。このメンツの中にはさすがに、お手元の端末から指名選手を入力してください。毎年頑張るから応援して、今年あと1年ね、もっといっぱい頑張って来年選ばれるように頑張るからね。今からもうずっと頑張るから。でもごまちゃん、今日てかこの期間ずっといっぱい頑張れたっていうことがいいから、頑張ったなっていうのがあるから、最後だよ。タカちゃんリトボール飲んでる。確認が終了いたしました。これより各チームの指名選手を読み上げてまいります。楽しみだね。本当だ、師匠、師匠、師匠。第三巡選択希望選手、チームアキレス、ゴモリ、個人で、え、ごめ
ヘラクレス。リュウセイ、ロタ、リミックス。ゲームが大好きだから、大好きなゲームをいっぱい楽しみたい。そしてなんと新域リーグに出たい。そして VTuber 最強決定戦にも出たい。そしてゴマチ主催のイベントをどんどん開催したい。これはちょっと大きな目標なんだけど叶えられるようにゴマチ頑張るから、これもゴマたちのみんな応援してってね。そしてこれが一番の、次がね一番の夢なんだけど、友達にとって最高の VTuber になりたい。これはね、楽しく活動してるゴモチを見てゲームしてたり、歌歌ってたり、イベントしてたり、楽しく活動してるゴモチを見て友達にも一緒に幸せになってもらう。これが一番の夢、目標でござります。たかちゃん、ありがとう。感情認められたかな？感情あるって思ってもらえたかな？みんな
タカちゃんにジジイって言ってよかった。タカちゃんにケツ出しジジイっていっぱい言ってよかったよ。タカちゃん、タカジジイありがとう。ケツ出しジジイありがとう。でゴモリーちゃんに関しては2回コラボしました。直近でねコラボしてんだよね。本当に全然さ同じチームになるなんて思ってなかったけど、まあでもねゴモリちゃんは正直選ばれる可能性全然あるなって思ってた。選ばれるかなって正直ちょっと思ってた。ゴモリちゃんはあのねなんでかっていうとやっぱまずねトーク上手いね。初対面の人とか相手にも臆せず入ってくるっていうところもあるし、まあ一緒に麻雀しましょうみたいな感じでアタックしてくれてて、で何かのたびにすごい褒めてくれてる、くれるのよゴモチ。なんか例えば誕生日がありました、新衣装がありましたとかいう時もなんか新衣装すごく楽しみですとか可愛いですとか VPL 合格しましたとか、そんなん可愛いやんそんなんね。普通にそのやり取りをねするような仲にはなっていて突然暴露されるゴモチとか、その7万人いた時とかもあの7万人おめでとうとかねなんか言ってくれたりとかねしてて、私もそれに対してこうありがとうとかね返したりしてたのよ。めっちゃえあこれ営業妨害もしや。確かにゴモチ生意気だったね。そういえば生意気だったか。まあいいか、生意気は裏でいい子ぐらいが可愛いよな。裏でいい子ぐらいが可愛いわな、生意気はな。うん、みんなそこそうした？本当に夢みたいな時間過ごさせてくれてありがとう。これからもっと楽しいことが始まるから、もっともっと楽しいことが始まるから、みんな一緒についてきて応援してくれたら嬉しいです。もうすぐに泣きそうになる。みんな本当に大好きです。ありがとう。楽しんでいこう。みんな大好き。アチャリ一本締めしなきゃよー。アチャリ、じゃあねアチャリ、バイバイ。楽しみ、夢みたいだ。バイバイ。